ューズ中の時間でちゅよ。手術って言えなかったから感じたってごまかした。さあやっていきましょう。バイオハザード7。今回からゾイか。ゾイ、俺は後にして。今は時間がない。お医者さん、材料は両方持ってきたの。医さんだ。まずはここにある。これで作れるか。ナースのゾイ、急いで作らないとまずいね。救出、きっと父さんとルイカスは近くにいる。メスをどうしてもらうよ。父さんが来る。もうすぐ来る。それか。オッケー、二人分ある。いや、君は汗拭き担当だ。よろしく。これからね、たくさん目を持つね、お客さんがね、患者さんがやってくるんで。血清を作った後はどうするんだ。外に溜めてあるボートに沼を渡るんだ。で、血清を打たないと私たちは出られない。なぜならブラーニングってね、これまでにね、皆さん聞いたこともないようなね、目の手術をたくさんすると思いますんでね。はい、ちょっと一つは私のだよ。患者がダイナミックモードにしてきますね。ダイナミックモード。はい、様子を見せて今から手術を実践になります。暴れないと私も手術だよ。おとなしくしておいてくださいよ。はい、ぶん投げると殺しちゃうからな。早速ぶん投げられた。はい、ということでぶっ殺す決定できました。はい、じゃあまずは、まあ簡単なところから治療していきましょうか。まず体調中央は危なくなりますけど、麻酔の効きが弱い。一発目速攻を外すという状況になります。経験が悪い。はい、じゃあまずは簡単なところからね。おい、すごいぞ、ジャック。強制っていうのを話していきたいと思いますんでね。まずはレーシックからね。レーシック。レーシック。で、まず、はい、ね、もうね、ちょっと結構と落とし込みしてらっしゃるんで。白内障とかね、6年の白内障ってところがあるから、そこの、ね、手術も合わせてやっていこうかなと思いますね。はい。私も治療はね、網膜剥離に関する治療だったりするので、ちょっと悪いところに投射してくれるか、お客様によくちょっとね、よくね、物が見えるようにというところを私も実践させていただかないといけないかなというふうに思っています。バレーシックの他にもね、やっぱりちょっといろんなね、まあ、普通にやってさ、まっすぐ見るじゃないですか、あのね、まっすぐ。さ、この患者さん、目が遅いんでさ、いろんなところをさ、なんかあっちゃうみたいなことしてもらって、で、そこを、ね、強制するために、写真の手術をしてあげないといけないかなと思いますね。写真の手術の中の、常に耳になっちゃってる人とかね、そんな感じ。で、それから、やっぱりね、あのどうやら、ね、よく物が見えないでね、でね、お兄さんがいないところにガツンってなってるとか、よく物が見えてないと思うので、レーシックの中にもね、あの二度と手術を近くにするために、ICL を外して差し上げてくるということですね。はい。そこら辺から、まあ、白内障、緑内障、網膜剥離、レーシック写真、お話しできる。痛い。こいつ絶対麻酔で眠らせてやる。うちうち手術もできやしねえ。ねえ、というところなんでね。頑張ろう。ルイ。赤ちゃん。オッケー。で、登ってくる。はい、そう。レーシック。レーシック。じゃあ、まずは1個ね、レーシック完了したね。続いて、今週は、大枠を確保。大枠を確保。大枠を確保。ICL したら、ICL ってなんかね、めちゃくちゃ高いらしいんですよ。高いらしいというか、レーシングっていうのを2、3回するんだよね。その視力が良い悪いって言うんだけど、僕の場合は、なんかね、視力が一番悪いって言うんですよ。で、まあ、オートがね、ICL したんだけど、確かオートが40何万とかだったら、僕はプラス10万で50万円かかるってことなんですよ。OK。なので、レーシングが。写真の子がいたな。そういうところで、そういう意味じゃなくて、まあ、そういうところでね、この患者さんもね、この患者さんも治療してあげないとね、ちょっと、本当は、ノーマスエンジェルのほら、痛いのね。あ、もう、そこはね、ちょっとここまで暴れたら、それは怖い気持ちですか、怖がらないでって言ったら、おとなしく縛り付けられるときの写真。医者の言うこと聞かないと。命懸けなはずだった。目つぶされて失明してってんだぜ。そこから音を通してくるのに大変だ。事故したことで口くらさあ、だって昔の目玉ほら、捕まえてやる。暴れてる、暴れてる、暴れてる。
おいでおいでおいで。お前はもう家族だ。こっちから見てるが左半身がめちゃ自然に引っ絡んだ。そらそらそら動けさあ苦しんでられた。手術が必要と思う。結構ちょっと牙を持ってちょっとそれを取りに行こうと思いますが、ちょっと無理だった無理でしたね。あ、いや手術すると思ったんだろう。じゃあ最後に治療してあげるからちょっと危ない。ああ、ちょっと荒漁しすぎて痛い。ちょっと痛い。分かる。そうですね。気持ちは分かる。ちょっとあのね、後ろ見て後ろ燃えてるのが大きい。色綺麗に燃やしてる。まあそう燃えてる。さあ、もう終わりだろ。法外な治療費だけぶんたくってね。さっさとあとはもう自然治療に任せて、こっちどっか行きましょうか。看護師さん、ちょっとさ、ちょっと待って、手術完了したり、ドイツに決定を使って。どうとかってから、分かった分かった。お医者を助けるか。じゃあ今更ながら痛みを緩和するために麻酔ってあげる。はい、お疲れ様でした。マーガレットとかさ、まあこれからエブリンとも戦うけどさ、エブリンに関してはさ、あの血清打ってさ、まあ固まったじゃないですか。まあ、血清打ってないか、あの体力尽きて固まってたと思うんですけど、あのジャックに関しては固まったまま止まってるって崩れないってことは、まあね。エンドオブゾーンにつながるっていう付箋がここで貼られてたんだろうね。さて、どっちのナースと最後に逃げるかだよな。これは嫌じゃない。興奮させてやろうか。残ったの一つだけ。さあ、一人分しかないなんて。これからどうすればいいの。ゾイの方がおっぱ大きいんだね。 B カップ、A カップ。まあでもね、ちょっとね、物語を進めていくにつれてね、あのね、ちょっとね、ミアと戦うどういう選ぶとね、あの、でもさ、もういい。復讐つってね、二人ともさっさと行って。何だ、他の女と浮気して寝たのよ、あんた。一緒に行く。襲われることになるから、現誰か治療できる人がいるはず。ここが私に。ここから離れられないんだよ。ここから離れられないんだよ。3周目やる機会があったとしたら、ゾイちゃんの方、ね、間違いなく選んでください。そりゃそうですよ、A と B だったら、もう見応えなく B を選びますから。そんなのいらない。あ、これじゃ誰も助けになんか来ないくせに。どっかのゲーム実況者さんがさ、なんか身長170ない人はなんか人権がないみたいなこと言ったとかって、僕は別にそのおっぱいあるないとか人権あるないとか関係ないからね。あの A と B だったら B の方が好きだけど、じゃあ例えばじゃあ E と F どっちが好きって言ったら僕は E の方が好きって言うからね、うん、ある程度の大きさがあってね、あのやっぱり、ね、あのマシュマロちゃんを感じられるかどうかっていう、これは個人の好みですからね、うん、女性は全て素晴らしい。今ね、なんで画面がフェードアウトしてるか分かりますか、皆さん。あ、早い。イーサン2秒で行ったんだ。そう、事後です。あ、体力回復してる。やっぱり、あのね、あのやることやったら男は満たされるんだね。で、あの、あまりにもあの 3年越しの夫の性欲にビビり散らかして、ちょっとミヤが引いてるっていう、そんな感じなのかな。いや、辛いのは分かってる。でも話してくれ、うん、君が関係してるんじゃないですか。どっちを選ぶかでね、あの貧乳と貧乳だけどね、本当のことを言ってくれ。あ、貧乳と貧乳か。イーサン、本当に何も覚えてないの。まあ、楽しかったっす。頼むよ。やっぱりバイオって楽しいね。まあ、本格的なあれは船か。そのボス戦に関してはね、今ので終わりなので、ここからはまあちょっと雑魚的ラッシュが続くっていう感じなんだけど、まあ、それはそれでね、楽しんでやっていく。大丈夫か。はい、今のは何だ。大丈夫か。
なんだよこれは。なんなんだ。どうなってる。わー、Go down and low D。 まだ10分超しかアップしてないんですけど、これどこで止めたらいいか分かんないな。そうなの、ね、ミヤ編実はあんま覚えてなくて、どう進めていったらかな。ちょっと今から配線を駆け巡るドンっていうのをやっていくことになるんだけど、まあ、ちょっと霧のいいところここら辺かなっていうところが、あそこにしようかな、あそこにしよう。どこか分かった方はぜひコメントください。ここイーサン、早速進んでいきましょう。イーサンを探す冒険。わあ、もうほんと配線ってね、もうなんかなんていうの、やっぱ人間って触覚と触覚と嗅覚がさ、結構その気持ち悪さの決め手になるじゃないですか。まあ、味覚もあるけど、味覚まあ食わなかったらいいだけの話なんで、でも触覚とさ嗅覚ってやっぱりね、こう進んでいくにつれて、実はこれだけ気持ち悪いぬるぬるぬるしさ、でここどう考えても腐ってるから臭そうなんだよ。3年間これ置きっぱなしにしてたわけでしょ、絶対臭いもんね、半端ないと思う。じゃあ登っていこうか。こんなのよう触れるわな、素手で。さすが特殊部隊にいた人たちはもうそんなの関係ないのかな。温室育ちなんでこんなの触るんだけど、もう踊り肌たかたちも、まあ、命かかってたらギリギリなんとかすると思うんだけどさ。でこれ、そのライトどこに持ってたのよ、あんた。どっから出したのよそれ。うん、ダリマかないだろう。じゃあお水チャプ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 。うわ、汚い水と書いてお水ですね。3年間変わってない水だろこれ。3年だっけ2年だっけ、とりあえずね、あの事件が起こった直後からだから、本当に気持ち悪い、気持ち悪い。今のは何なの。じゃあ階段登っていこう。ふわで、こういうのも演出があったら面白かったんだけど、あまりにも鉄が腐りすぎてさ、で足踏んだらパコンってなるとかさ、おっびっくりした、真っ黒クロスケカビルンルンやったな。最後 の階段の手すりのところが落ちかけて、あれお尻プリテンダーですね。あ、そうそう、ここでちょっとした階層があるんで、その階層を見終わったら終わりにしようかなと思ってます。はい、ということでね、本当にあれどうやって階層始まったっけ始まった、オッケー、はい、こいつらが出来損ないのウェスカーだから、エセサングラスだけということで、皆さんの動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。回想が終わったらね、一旦パート区切りたいというふうに思います。次回からね、ミヤ編進んでいきたいと思います。女性キャラの時はなかなかこういうロケがないというところでつまらないかもしれないんですが、はい、そこはね、ご愛嬌ということで進めていきたいと思います。ということでね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して引き続き応援お願いいたします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。